スタッドルイズはモナコ本米行くにあるサッカー陸上競技の競技施設である。モナコにある唯一のスタジアムでフランスリーグの強豪エースモナコのホームスタジアムである。名称はルイ2世スタジアムの意味でモナコ大公ルイ2世にちなんで名付けられた。右はスタジアムの円形である。周辺のマンションと混ざり合って どこにスタジアムがあるのかわかりがたいかもしれないが、外見がまるで普通のビルのようにしか見えないのもこのスタジアムの特徴である。ビルの屋上にスタジアムが乗っかっているという表現が正しいかもしれない。スタジアムの下にあたるビルにはスポーツジム、体育館、プールがあり、さらに地下は駐車場になっている。このスタジアムはモナコ唯一のスタジアムであると同時に、 モナコ唯一のスポーツコンプレックスでもある。モナコの生誕に位置し隣接するカステラン通りとポール通りを挟んだ対面はフランスとなる。2005年 IAAF ワールドアスレチックファイナル開催時のスタトルイドトラック外周のすぐ近くに観客席がある。現在のスタジアムは2台目で、同じ位置に1939年にモナコのホームスタジアムとして建設されたのが初代。 1980年代に入ると施設の老朽化により改修が検討され始め、1985年に完成したのが現在のルイニスタジアムである。1987年にスタッドルイドを会場とする陸上競技大会、ヘラクレスが創設された。同年9月17日に第1回大会が行われて、以来ヘラクレスは年に一度開催されている。 ヘラクレスは1998年から2002年までは IAF ゴールデンリーグの1大会として開催され2003年から2005年の3年間は IAF ワールドアスレチックファイナルの舞台となった。ヘラクレスは2010年以降 IAF ダイヤモンドリーグの1大会として実施されている。収容人数は18,523人で、 これはモナコ国籍保有者の半分程度にあたる。ありがとうございます。